前回のスノーウィーの専用機紹介の動画で個人的に一番気になることが一つ。スノーウィーにミーハイを履かすなら黒がいいか白がいいか。動物の腕もええわ。コメントを返してくれた人もいるんだけど、黒と白どちらもコメントがあったね。生足、裸に黒ミーハイ、ランドセルなどなど、なかなかの性癖をカミングアウトしてくれた変態さんもおりました。変態はお前だ。そもそもスノーウィーの話からどうしてミーハイの話になるのよ。変態は褒め言葉よ。みんなのスノーウィーの愛がひしひしと感じられるわ。ああ、誰かみんなのこのスノーウィーの愛を絵で具現化してくれないかな。裸に黒ミーハイに一票。さらにもう一票。あ、生足もいいし、ランドセルもいいな。何の話してるんだ。具現化は絵の得意なフレンズに任せるとして、視聴者さんの動物に擬人化するのやめなさい。今回はせっかく買ったスノーウィーの専用機を活躍させたいと思うよ。数万個は線がハードモード短期でも攻略は可能だったもんな。専用機の性能の高さを証明しさせ、そこで今回は以前コメントでリクエストいただいた内容に挑戦しようかな。イベント夏の思い出を初回ガチャで引ける SSR を1体だけ選出してヒーローモード攻略。つまり SSR の選出は最初の引き直し可能なガチャから出る SSR1 体のみってことか。せっかくだし4章の対戦ステージに挑戦しようかね。え、4章のヒーローってめちゃ難しいぞ。一層の攻撃アトラだけが違う。大丈夫、スノーウィーは専用機だから。そしてあえて3体編成で挑むよ。その代わりシュミリを入れさせてくれ。大丈夫なの？レベルも相変わらずそんなに高くないし。わからんけど、なんとかするしかない。スノーウィーの専用機起動スキルのバフがどれだけ使えるか見せてもらうよ。今回挑む戦力だけど相変わらず中途半端ね。最難関の一番難しいステージよ。いくらなんでも舐めすぎじゃないかしら。スノーウィーのマスでなんとかなるものなの？アタッカーを利用しているようだな。 B の専用機は個人クエストで入手しやすいが、アタッカーにしている割には育成が追いついていなくて、本当にアタッカーになれるのか。はあはあ、最近公表されたルアールかグラフィックのシュミリが好みすぎて辛い。書いてない。 B を選んだのはパーツの入手がしやすいから、誰でも真似できて攻略も参考になればとのことだけど、そもそも誰もこんなバッゲームみたいな編成で挑まないわよね。エイレヒースの太もも最高、下利き最高。普通にやっても苦戦するステージなんだ。この編成でどうやって攻略するのかお手並み拝見だな。リアの脇をペロペロしたいでござる。そのまま食われてしまえ。こちらの戦力値は5万3000ほど、当敵の戦力値は20万オーバー。一応言っとくけど、この編成じゃ普通にやったら勝てないよ。スノーウィーのスキル4、リトルエンジェルは味方の一番攻撃力高いキャラに防御無視の効果をつける能力。このレベルでもリーの攻撃力が一番高いから、バフはリーにつくようにしてるよ。リーはエネルギー回復が早くてアクティブスキルを連発するからな。威力も上がったアクティブスキルを連発して、このステージを引き動というわけか。そうなんだけど、このステージ道中の雑魚ももはや雑魚ではない強敵となっているよ。耐久が高いから削るのに時間かかるし、数も多い。その上攻撃力も高い。それはこちらの育成不足が致命的なのでは。パトリネーちゃん、ご覧の通りボスの大使屋の顔すら見えない始末。めちゃくちゃやられました。やっぱりこれ無理ゲーなのでは。そこでここで恥も外聞も捨てた小技を披露するよ。こう何度も何度もやられたらこっちだって勝てるためなら何でもするよ。スノーウィー任務開始。死に覚えの結果、道中オートの場合は副獣人が安定するよ。それは完全擬人化ゲームの陣形が普通の。まあ副獣人にしたらちょっとは他よりマシかな程度で。
これでも普通にやられるんだけどね。ちなみに最大の山場はこの1ウェーブ目だよ。ここをしのげばグッと楽になるから。聞くところ、この1ウェーブ目は運ゲーだな。運が良ければやられずに済むということか。その通り。ということで、運で乗り切るところまで早送りでお送りします。はい、ここらへん。今回3人ともギリギリやられずに生存しているね。そしてある程度の敵を殲滅できた状態。いや、1ウェーブでこんな体力しか残ってないんや。どうあがいてもクリアできないでしょ。その通りなんだけど、ここから小枝を披露するよ。怖がな。ポイントは敵のヒーラー役であるナノモンみたいなやつを生かしておくこと。やっぱり最高難易度だから、とにかく耐久値が高いんだよね。そして敵を一定期間で回復してしまうから、余計に敵の生存率が上がるんだよ。本当だ。結構回復するんだな。ただでさえ削るのに苦労するのに、一定で回復されるんじゃたまったもんじゃないな。そのしぶとさを逆手に取るよ。リーを先頭に手動モードに切り替え、リーは攻撃させないでナノモンに近づくと、シュミリとスノーウィーは攻撃を開始します。まさかこいつ、シュミリを使って時間をかけて体力を回復しようとしているのか。その通り。シュミリの回復能力は攻撃が命中時に発動。でも回復継続時間は10秒だからね。攻撃を入れてナノモンの攻撃範囲外に離脱、そして体力回復。シュミリの回復効果が切れたら再びナノモンに攻撃して離脱。これを繰り返して体力をマックスまで回復するよ。しかも相手もヒーラータイプだから自動で回復するのね。こちらがとどめを刺さない限り相手も回復して体力は満タンになる。これはなんというインチャプレイ。こうでもしないと勝てないんだよ。それにここまでしても勝てる保証はないんだけどね。こうして体力マックスの状態で2ウェーブ目に突入。ポイントは1ウェーブ終了時にスキルチャージを貯めた状態で進めること。第2ウェーブ開始早々でアクティブスキルを発動させて少しでも攻略の可能性を広げたい。第2ウェーブ目もやり方はさっきと同じ。ナノモンをあえて残して体力を回復するよ。第1ウェーブと違うのは、ここではナノモンを倒すとまた敵に補充されるんだよね。つまり補充された敵をまた殲滅してナノモンで回復する作業がもう一度必要になります。同じことを繰り返すわけだけど、油断するとやられるから緊張よね。しかも体力、全回復するには時間がかかるんだから、集中力も切れそうだし。ふぅ、これで体力満タンでようやくボスに挑めるよ。本当にここまで長かったよ。ボス戦に突入するや、陣形を自由行動に切り替えたな。攻撃優先ってことか。選んだ相手が悪いのよ。スノーミーのアクティブスキルはここでは最高に相性いいよね。素早く動き回るボスには攻撃を当てにくいんだけど、スノーウィンの追尾ミサイルは全弾必中だよ。しかもボスは短期だから全弾ボスに必中だね。なんというメダフォース。さながら一戦射撃ってところだな。選んだ相手が悪いのよ。ここまでは道中戦の方がはるかに難しかったね。タイシアといえど、リーの高速攻撃やスノーミーの一斉射撃で押すことができるよ。ただこのイベントステージで怖いのはボスが凶暴化してから。ボス戦はここからが本番だね。凶暴化してしばらくして放つ技は当たればワンパンでやられる超威力。その攻撃をされる前にゴリ押してなんとか倒したい。いけるいける。ゲージの減りは早いわよ。これなら強烈な一撃を繰り出す前に蹴りをつけられるわ。終わった。勝ったよ。ダメージを与えたのはスノーウィーが一番多かったか。これはボスに対する比率が高いんだろうね。何はともあれ、こんなド M な縛り編成でも勝てることを証明できてよかった。ちなみにスノーミーのバフがあるときとないときのリーの攻撃力を比べておきます。他のキャラの攻撃もたまに入ってるけど、バフがあるときの方がやっぱり威力高いよね。
防御無視の詳細知りたいところだけど、バフで強くなっていることは確認できたね。結論、スノーウィーは黒のニーハイで赤いランドセル、防犯ブザーもつけておいてください。最後に己の性癖を押し付けるんじゃねー。はあなたの登録でモチベーション、チャンネル登録お願いします。